リニューアル前の駅舎リニューアル後の駅舎2018年7月1日以降、運用の小賀駅の構内図。ホーム番号省略小賀駅は、秋田県小賀市船川港船川浅新浜町にある、東日本旅客鉄道小賀線の駅。小賀線の終着駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。2012年4月20日に、 JR 東日本は2013年に開催される秋田デスティネーションキャンペーンとそれに向けて2012年に開催されるプレデスティネーションキャンペーンを見据えて秋田を訪れる観光客を綺麗な駅舎で迎えることを目指した駅舎の整備を行うことを発表した。当駅の駅舎は同年10月1日にリニューアルされた。小賀半島は生ハゲで知られることから 生ハゲの訪れる古民家というコンセプトを設定している。入り口屋根を従来より高くして迫力を持たせ、一部の壁に小返しを配して重厚感を持たせた。また、待合室の腰壁には地元企業が提供した秋田杉を使用している。2017年10月31日には、小賀市と JR 東日本が小賀線の活性化を目的として、 当駅を南側に移設し、リニューアルすることを発表した。その後、2018年7月1日に移設した駅舎の供用が開始された。一番線には EVE801 系電車用の地上充電設備があり、アカムは当駅に到着後に収納されたパンタグラフを上げて充電を開始する。充電完了後はパンタグラフを下げて収納した後、 折り返し非電化区間を蓄電池電車として走行する。土崎駅管理の業務委託駅。直営駅時代は管理駅でもあり、船越駅、脇本駅、羽根立駅を管理していた。駅舎内には指定席券売機、自動券売機と待合室がある。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は352人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。周辺は、小賀市及び小賀市船川地区の中心地。小賀半島の先端部近くにある小賀水族館側上は、手前の羽立駅からバスで約60分。毎年4月から10月の特定の土休日及びお盆の日に生ハゲシャトルバスとして、当駅から小賀半島の観光地を結ぶ観光周遊バスが運行されている。 就職出典報道発表資料新聞記事、船川駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。